みなさん、こんにちは。ゆうりです。はい。それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。今日はね、ちょっとお客様の声からやっていきますよ。はい。お客様の声ね、リサイクルについてのお客様の声と、あと、もう一個紹介したいのは、二つで、2枚で1枚プレゼント、この間まで、150回記念でやってたじゃないですか。あれについてちょっとお客様の声いただきました。こちら、はい、なんか商品ね、景品じゃなくて商品プレゼントするってすごいですねっていうのを言っていただいて、そしてなんか褒めていただいた。ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しいです。そう、なんかね、あれを思いついたのも、なんか自分が景品もらっても使わねえなって思ったんですよ、私ね。よくなんかあるじゃないですか、ポーチプレゼントとか、なんかそれもらってもあんま使わないよなっていうのがあったので、あ、だったらなんかみんなが欲しいものをあげた方がいいんじゃないかなって思って、で2枚で1枚プレゼントにしたら商品そのものを差し上げられることになるから、はいはい、皆さん嬉しいんじゃないかなと思って、それも始めました。そして、今度、こちら、リサイクルのね、ことについてもそうなんですけど、なんか、そう、リサイクルも、やっぱり、ね、言われてるけど、街のリサイクル屋さんに持っていくのって、なんか、大変じゃないですか。あと、なんか、凹みません？私は凹みましたよ。なんか、思いをして、持ってって、みたいな。そしてなんか なんだろうね、すげえ買い叩かれてみたいな感じでだったらすごいえってなるじゃないですか。で、あともう一個よくあるのは、まあ、売れたら半分バックしますよとか、何パーセント手数料取りますよっていうパターンとかもあるけど、なんかめんどくさいよねっていうのが、だからそのこのご意見、お客様のご意見もらったみたいに、まあ、家にいながらにしてそれができるって最高ですね、ゆりさんって言われて、私も本当にそう思う。そう、そしてゴミも出ない。だからめちゃくちゃこれは私は自分的にはいいこと考えていたのかなって思ってます。で、今日はなんで私喋ってるかっていうと、コーディネートを紹介しながら、あとユーズドと新品のものをまた混ぜてコーディネートしているので、それで紹介していきたいと思いますので、でまずはこちら、今日着てるのは花モチーフ、はい、肩開きブラウスですね。花、これもバンコクの時にすごい人気だった商品です。こちらは8000円を、3330円にします。はい、これも今期なので、はい、で同じようにこっち、今から写真出しますね。こちら、ホコモモラ風ワンピース、はい、でこちらもですね、これグリーンですね。これグリーンで、これ下にサルエルパンツの黒 と、黒のバッグを合わせてます。バッグはね、ちょっと参考商品で、黒のサルエルパンツは、新品で9000円です。新品というか、まあ買い付けの商品で9000円です。9000円で、ホコモモラワンピースはバンコクの買い付けの商品ですね。で、こちらがユーズドになります。こちらも9000円を、こちらは5550円にします。はい、で柄のワンピースなんですけど、これ前も開けられるので、前開けて羽織風にして、なんかタンクトップとか入れて羽織風にして着てもいいかなと思います。で、ポリエステルなので洗濯ができますよっていう感じですね。はい、でもう、次のコーディネートはこちらですね。はい、バリ島のマダム風ワンピース、これお袖七分丈です。で、にシースルーカーデ、これは、新商品ですね。これ新商品、シースルーカーデ、ホワイトを合わせてます。で、バリのマダム風ワンピースは、こちらもは1万1000円だったんですけど、こちらも5550円にします。はい、で、シースルーカーデですね。シースルーカーデ、こちらは新商品で、こちら7000円ですね。で、白ですね。で、あ、そうだ、000ってみんななってるのが、これ YouTube ショッピングいつも見てくださってる方知ってるかもしれないけど、000ってなってるのが新品です。で、555とかなってるのが、
エンジェルナンバーになっているのが、ユーズドの商品ですね。はい。で、バリ島のね、お洋服は、これちょっと七分袖なんですけど、基本的に向こうの、まあ、これもそうだよね、南国の洋服、こういう風に長袖があっても結構涼しいんですよ。はい。だから、かえって日が当たる、なんか私、今年日焼けしすぎて、なんか、うん、なんか水泡ができてるんだけど。日に当たりすぎるみたいな。日焼け止めを塗れっていう感じなんですけど、なんでちょっと、なんで涼しい素材で長袖っていうのは、結構、おすすめですよ。冷房よけとかにもなるし。はい、はい。でいいかなと思います。で、シスルカーデですね。シスルカーデ白なんですけど、シスルカーデ白はね、シスルカーデ今年すごい流行ってて、レースのカーデガンとかは去年も出てたんだけど、シスルの、カーデガンって今年が初めてなんですね。だからすごくトレンドっぽくて、なんかあみんな着てない生だっていう、なんか来年ぐらい流行りだすよみんなみたいな感じなので、今年結構おすすめです、シスル系。はい、チュールレース系とかね、チュール系とか、はい、になってます。これは後で出てきますけど、グレーもあります。はい。そして次はこちらですね。こちら、レースのジャケット、昨日も紹介したレースジャケットです。着用してるの見たい方は、昨日の動画をご覧ください。着用してるの見えます。で、レースジャケット黒に、水玉ワンピースですね。水玉ワンピース。レースジャケットは新商品で、こちらは、9000円。これは黒と白があります。なんかビジネスシーン、襟がついてるから、ちょっとテーラーカラーになってるので、ちょっとこうカッチリして見えるので、ビジネスシーンでも着れておすすめです。おすすめです。で、水玉ワンピースですね。こちらの水玉ワンピースはユーズドです。こちらはユーズドなんで、こちらはそしてユーズドの再販になるので、安くします。こちらは2220円ですね。2220円になります。で、あとビーズポーチなんですけど、ビーズポーチ、これベトナムで大人気だったビーズポーチ。はい。こちらも、ユーズドで、送ってくださった商品で、こちらも2220円になります。はい。はい。で、ビーズポーチは本当にね、ビーズポーチ、ビーズバッグ、マジで大人気で、すごい、皆さんめちゃくちゃ喜ばれてます。この間もオフ会やら、なんやらって、フィギュアの方たちと集まりましたけれども、みんな良かった、良かったというか、もうこれ買って良かったってめっちゃ言ってくれるので、ビーズバッグシリーズは本当におすすめです。でしかも、これもね、ポーチも5000円とかで売ってたやつを2000円で輸送だから買えるので、でほとんど使ってる際綺麗なので、使ってないって言われてましたね。なので、すごいいい買い物だと思いますよ、皆さん。はい、そして次ですね。次は花柄スカート。花柄スカートと、さっきのレースジャケット黒、レースジャケット黒に、レース切り替えタンクと、レース切り替えタンクトップ、これユーズで、これはユーズドで、これ私のユーズドなので、これ別に私のなので安くします。2220円。はい、レース切り替えタンクトップ2220円で、花柄スカートは、こちらは新商品ですね。花柄スカート新商品、これです。見えるかな、これです。これ多分150センチの人とかでも着れます。はい、はい、花柄スカート、これポリですね、うん、で洗濯、これめちゃくちゃ楽ちんに洗濯できる花柄スカートと、レース切り替えジャケット、はい、あ、レースのテーラージャケット、はい、ごめん、また切れた。はい、はい、次ですね。次ね、バルーンブラウスです。バルーン袖ブラウスとナチュラル風大人スカートですね。ナチュラル風大人スカートベージュとバルーン袖ブラウス、グリーンですね。はい。で、こちらなんですけれども、バルーン袖ブラウスは、ね、昨日4440円で売り出したけど売れなかったので、これは3330円にします。はい。バルーンブラウス、
こちらユーズド3330円にします。はい、でナチュラル風大人スカートは9000円ですね。こんな感じでユーズドのやつなんですけど、どんどんなんか残ってたら値下げみたいな感じでしていこうかなと思います。でこうやって公開してるので売れてる値段も、なんだろうな、出品者の人にも分かりやすいし、そうそう、そしたらこれ、これで売れましたよっていうのとかも分かりやすいから、計算もしてもね、みんなも納得、あ、売れなかったから値下げ されたんだなっていうのとかも分かると思うので、だからなんかゲームみたいで楽しいかなと思って、はいはい、なんか買う方もあーこれ欲しいけどあと1日待ったら値下がりするかもみたいな感じ、逆に買えなかったかもみたいな、あーやっぱり買ってくればよかったみたいな、ちょっとこのみんなでワクワクハラハラ感ありながらやっていくのも楽しいかなって思うので、はい、こんな感じにしてみました。はい、で次ですね、はい、レースジャケットと影風タンクと、サルエルパンツかな、うん、サルエルパンツ、ちょっと待ってね、間違えた、レースジャケット白と影風タンク、タンクトップと、ナチュラル風大人スカートでしたね、確認しろやそう、ナチュラル風大人スカート、はい、ベージュですね、こちら9000円と、レースジャケットオフ白、レースジャケットオフ白、9000円と、あと影風花柄タンクトップ、こちらは7000円ですね、はい、7000円ですね、こちら全部、新商品になります、新商品になります。はい、でジャケットは在庫あります、ジャケットとスカートは在庫ありますけど、タンクトップは一点物です、一点物です。はい、夏らしくてすごい爽やかなコーディネートじゃないですか、これもなんか同系色コーデですよね、同系色コーデ前も言いましたけど、すごい上品に見えるのでおすすめです。まあ、何迷ったら同系色コーデしてみたらいいんじゃないかなと思います。でこちら最後ですね、こちらも新商品です、こちら花柄チュニック、花柄チュニックにシースルーカーデグレー、シースルーカーデグレー合わせて、サルエルパンツキャメルを合わせてます、サルエルパンツキャメルを合わせてます、サルエルパンツはまだ在庫あります。はい、キャメル、ネイビー黒ですね、サルエルパンツ9000円、キャメル、ネイビー黒、はい、でシンセルカーディガンはさっきのと一緒ですね、白とグレーがあります、白とグレーがありますと、花柄ジュニック、花柄ジュニック、こちらは1点ものです、この柄で1点だけしかありません。サイズがあんまり LLM から L ぐらいでそんなに大きくない、これはっていう感じで、でも柄物にさ、このシースルー合わせるのすごい可愛いと思いますよ、これ自分でコーディネートして、これ可愛いって思ったんで、めちゃくちゃおすすめです。花柄チュニックが7000円、シースルーカーデが7000円、サルエルパンツが9000円ですね。ということでこんな感じでですね、ちょっとリサイクルのやつも進めながら、新しい商品も見てもらいながら、ちょっとですね、8月はこれでちょっとやっていこうかなと思います。またね、新しい商品も入ってくると思いますので、あとなんかそのね、一番最初にの時に今日言いましたけど、なんか面白いキャンペーンとかまた考えたら、どっかでねそういうのとかも企画とかもやっていきたいかなと思ってますので、お付き合いくださいまし。ということで今日はこれで終わっていこうと思いますよ。はい、完売商品リストはいつも通り作っておきますので、完売商品リストと照らし合わせながらお買い物ください。それとファストパス使います、ファストパス使いますが、ユーズドの商品だけ対象外でお願いします。はい、それ以外のものは全部ファストパス使えますのでね、はい、一点物も全部ファストパス買っていただけますので、よろしくお願いします。ということでまたね、お客様、洋服の方のお客様の声も次は紹介していくのでね。ということで、明日か明後日か、私広島に帰ります。はい、広島のお客さんがお待ちなので帰らせていただきますので、今度は広島から、はい、久しぶり向こうから配信するので、8月6日もあるしね。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。あ、今日夜ライブするかも。バイバーイ。 See you.